うもピオキングです。今日もですねトロールコースター一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコースキャッスルオブファンサプライズ2ということで、今日はめちゃくちゃ鬼畜なトロールコースですね。というのも最近ピオキングさん調子良くないですか。全然引っかからないからつまんないとかそんなコメントがあるんですよ。これなら文句ないだろうみんな。絶対このコースだったらボコスカ得られるからね。というわけで早速やっていきましょう。でこのコースを作ってるシルダさんっていうのはマジで鬼畜なトロールコースばっかだから、ガチで行くよ。もう本気で攻略しに行くからね。開幕サカーだー。え、右で回避しろってことかな。じゃあ右行ってみるよ。右行ってオンオフをしなきゃいけないと思うんですけど、オンオフして甲羅に乗る。これで合ってる。はっ、潰されちゃえ。もうわかんねえよ、どうすればいいか。この辺もなんもないでしょ。待って、魚襲ってくる。待って、よしよしよし。じゃあこの甲羅入って左に行けってことかな。左行ってみるね。あ、こっちで合ってたんだ。そして砲台がいなくなってるから上に行けるっていうことだね。これは取っていいでしょうか。取って、一旦、いや大丈夫、まだ僕は生きれるよ。まだ大丈夫、まだ大丈夫。隠しブロックがないでしょ。じゃあこのコーナー入ったまま右に行こっか。このピースレッジ絶対押したらダメだよね。押したらブラパ落ちてくるもん。なんでこのまま右、あ、合ってたんじゃない。あのピースレッジまだだよきっと。じゃあこのカロンのコーラを履いたまま土管に入れってことは、絶対キノコいると思うんだよね。一旦 P 押してみる。そしたら、なるほど、ここでキノコが取れるっていうわけで、そんでここでコーラを脱いで右に渡って履いて土管にある。よし、完璧すぎる。よしよしよし。さあここはどっちに行こう。右か左、左行ってみるね。こっちが正解。はっ、また熱いやん。左を進化してジャンプ連打、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 ジャンプ連打。なんかやべえ、バレと対決してる。大丈夫、この状態やっぱダメだよね。今のね、分かった。あのオープンの下にいなかったらいいんだ。なんでここは右を進化してこのハテナのところで待っておく。そして右に進めばいけるはずだよね。ボメンはボメン出てこないで、このまま右に進む。そしてこの上バック、ガルのコーラ上に上げます。どうなる。シンプルでいいよ。左側に寄っておこう。これで寄っておく。そしたら、いったー。もう分かったよ、上を進化したら大丈夫っていうことでしょう。さあ行きますか。あの鉄球絶対入れ替わってこっちに来る。絶対来る、絶対来るでしょう。来るだよ、ただの来るだ。よし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 、あ、来るだっつってんだろ。次こそこの鉄球ガス、オンオフしてすぐ上に行けっていう感じだったね。これでいい、これでいい、大丈夫。よし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 、隠しブロックはないか、これ大丈夫か。下に落とすつもりはないだろうな。じゃあここから右にジャンプ、これでいい。隠し石親父だった。もう読めたよ、あのちくわブロックの下に行けばいいってことでしょう。ちくわブロックの下に行って右側でとどまっておく、これが正解なんじゃないか。そしてどうすんの、上に行く。はぁ、下に行かないでよ。右側の方にも進んでって良さそうだね。このまんま右に行ってどうしよう。進むのが怖いな、このコース。音符を押して上に行く、それで合ってる、大丈夫。あつ、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 あつくなーい。どこに逃げておけばよかった。ここでいいのか、この辺でいい、下で大丈夫なんじゃないの。あつあつ、そして右側に進めっていうことか。さあ行きますか、上は何もないのか。じゃあてなぶろ、叩くしかないよね、絶対叩くしかないよね。叩いて左に逃げます。これはど、なる、はっ、はっ、はっ。これは何、このまま今の引っかからなかった感じ。いやでも、上に行く感じかな、これ。あれ、行き方が分かんないね。下降りていいのかな、下降りてみるね。やっぱダメだ俺、左にカロンの甲羅があるじゃん。あのカロンの甲羅を早く履く、それが正解なんじゃないかな。頼む、そして上に逃げる。よしよし、で、ここの土管に入れるっていうわけか。さあ進んでいきますか。次はどんな罠が待ち受けてるんでしょうか。これは早く取ろう、大丈夫、早く、はっ。くっそ、山田大丈夫でしょ、なんだってお前は。じゃあこの土管入ったら何もしない、一旦様子見ておこうか。この場所で様子見ておきます。そしたら大丈夫、これで中間ポイント取れるっていう感じでしょ。さあ行きますか。
黄色の毒が入って次はライアン待ち受けてるんでしょうか。ここマジで食塩殺し感半端ないよこのコース。じゃあ一旦この上に隠れておけっていう感じでしょ。そしてこっからどうすっかなんだよね。パーンあのパンいるってか。じゃあここは鉄球を避けた後にパンが出てきたと思うんだけど、このパンを持ってあらあっせよしよしよし、あ鍵も手に入れたね。このまま左に進んでいいのかな。どうしよう、ハテナがあるけど、レンチャンで叩いてみるで。1、2、どうなる。あっ絶対気になってる。いや合ってたんじゃないこれ。ほら合ってるよ。で、これも鉄球じゃないの。よしよし、来ました。合ってたね、ここは。あ、ちょっと待って、何もないでしょ、ここは。何もしないでよね。さあ、右に進んでいきますか。オンオフを変えて右にダッシュしていきます。このまんま。あどうすればいいの。いや、いけそういけそう。魚じゃあ、ここオンオフしないでいいのかな。しないで行ったら右に行ける。え、行けんよね。オンオフしたやんね。それじゃあ次こそオンオフをしないでいってみます。そしたらどうなるんだろう。なるほど、下から進めるっていうことね。そしてここで一旦魚を出しておく。でオンオフをしてここで鍵扉に入れるっていうことか。よし、パン。コインを信用した僕がバカでした。降りて左に行ってここで上を進破。ナイス。さあチェックポイント2はまだか。まだまだ遠いような。じゃあここはメットを持って、はっブブー言われたよ。大丈夫。絶対大丈夫。どうしよう、この P スイッチが何か助けてくれないかな。上に投げてみます、 P スイッチを。ブブーじゃねえよ。そんじゃこのトゲゾウを倒して右を進化、それでいけるんじゃないのかな。来ました。さあ上に行って、これは上に行けないでしょ。この四角すげえ怪しい。どうしよう、ここに置いておいてジャンプしてドアに入る、それが正解。今の上手くないですか。頼むって調子に乗らないからもう助けて。右に行ったらいけないってことはさ、あのドアの場所のところにとどまっておいてよかったんじゃないの。それで行ってみようか。ほら来た、これで大丈夫。上はナイス。危ねえ、あのバブル。何何何何ですか。ドラゴン落としゲームの始まりですか。マリーはだるまじゃねえぞ。いやここわかんない、すぐ上に行けっていう感じかな。これであの焼き魚回避できるんでしょ。あー、初歩的な罠に引っかかってしまったね。隠しブロックっていうこの辺だったよね。さあ右に行きますか。もう隠しブロック、あっ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 。いやまだ間に合う。どうだ、入れるのかこの土管に。え、これどうやって行けばいいんだろうこのドア。ちょっと一旦どうすんの、上行ってみていい。上はやっぱ上なんもないよね。え、あのドアのところの入り方がねまだわかんないんだけど、あ、氷ブロックがあるよ。あの氷ブロックあるから右に走ってこのまま上。よしよしよし。さあ3個目の中間ポイントゲットできました。2つ目だね。この上は叩けないよね。一旦叩いてみようか。そしてなんか出てきてる、こっち来ないで。頼む、上に行きます。どっちにしろ終わってんじゃねえか。じゃあ最初のロープ踏んだら左側に折っておいて、ここでパンブロックが取れるっていうことだね。さっきと違うやんか。いやなんか久しぶりのような気がするね、さっきと違うやんかって。なんかさっきと違うやんかを略してさっき違っていう人もいるんだよね。さあここのオンオフをして、レールが右に変わるよね。じゃあ右に行く方が正解だろう。でもそうでしょ、左が正解、それやっぱなんでしょ。どっちもダメやんか。いや僕見えましたよ、右側に魚が降ってきたこと。だってこのレールの上でジャンプして回収く、ジャンプジャンプジャンプ。ここなんもないんだ、レールの判定ないんだね。じゃあ土管に入っていきましょう。さあ次は何が待ち受けてるんでしょうか。ここはもう終わったっぽいぞ。絶対左隠しブロックあるぞここ。ほらね。たまにはやられる気持ちで前に進めっていう勇気が必要だよ。なんでここは左を進歩、落ちてもいい。よしよしよし。この上は何もないのか。
じゃあこのドクロリフトはもう左に行くしかないよね。線があっちしかないもん。なんでバネのところまで行ったらジャンプしてみる。それで合ってる。あ、お前は前に出てくんだ。もう前に進む勇気捨てていこうかなと思います。じゃあここはバネの方ダメだったね。50コインの方だよ。そして右側多分これでいいよね。あ、このコースいろいろと急すぎない？早く進めっていう感じのが多いよね。じゃあここは鉄球が通り過ぎたとすぐ上に行ってどっかに入る。これで合ってるよ。どこだ、ゴールはまだなのか。一旦右に避けておきます。ここで、あ、危ねえ。多分これで合ってるよね。で、ブランパーが通り過ぎてすぐ上、どこに行けばいいんだろう。まず、あれ、こっから開始とかないよね。じゃあ緑の土管入ってすぐ全部のね、ビンコイン取れると思うんですけど、ここはどうしようか。一旦このまま上ジャンプする。フィッシュ。ちょっと待ってくれよ。ここまで来てこっからビンコインコースの始まりみたいな、そんな感じはやめてくれよ。じゃあ一旦音符取って大ジャンプしないで右に進もうか。これで合ってるんじゃないの。そして、あー、まずいやつだ。いや、僕はこのピンコインたちがおとりだっていうことを信じたい。途中でゴールがあるみたいな、そんな終わり方を期待してます。そしてここで上行ってどうすればいいんだろう。もう一回戻る感じ。これで右行かないでいいの。一旦戻ってみるね。これでオーフがさっきと違うでしょ。そして次に行けるみたいな。で、右、ほら、来た来た、危ねえ。やった、ゴールじゃないの。頼む、このまま右を進歩、ゴールさせてくれ。これは左、よっしゃ。どうだ、これが僕の死に耐久じゃねえか。嘘でしょ。一旦このまま右行ってみるね。どうなるんだろう。あれ、ここでオンをするでしょ。そして右行ってオンをして上に行けっていう感じか。そんでここもブロックを渡ってオンをして上の土管に行けっていう感じだね。これは死に耐久っていうか、もしかしたらさ、先にゴールがあるパターンなんじゃないの。あの土管が入ったらゴールが待ってるみたいな。よし、こっからジャンプジャンプジャンプ、よし、でこっからだね。右右、はあ。むずっけ、これ地味に難しいよ。もう一回、もう一回チャンスあるからね。いや、何回でもチャンスあるんだけど。よし、でここできっちり上、ナイス、ゴール来て、戻されたじゃねえか。どうすればよかったんだろう。ここもう一回左行くしかないじゃんね。これでもさっきの場所でしょ。あ、さっきと違うよ。タッチザなんとかトゥーミン、このオンオフを叩けばゴールできるっていう感じですかね。頼む。もう一回戻らないけんのか。さて、どうなるんでしょうか。なるほど、このオーライが出てきて今度こそゴールでしょ。じらすな、めちゃくちゃじらすな。ゴールは、は、下にあるよ。左下にある。いけない。え、これはいけるんでしょ。またここかよ。でも理解できた。次にこの耐久をクリアすれば、たぶんあの斧に触れてゴールっていう感じだと思うんだよね。見てて、いけ、よし、ここで斧が触れれるっていう感じだと思うんですよ。どうだ、これにあるでしょ。意味わかんないぞ。あれ、マジで意味わからねえ。どうすればいいんだろう。ちょっとよくわかんなかったからさ、やり直してみるね。で、最初に赤の缶に入った時、鉄球と一緒に進めばゴールできるっていう感じなんじゃないかな。なんでこの赤の缶があるじゃん、ここで一番右に追っておく。これでゴールができる。来たんじゃない、くっそ。おっぷやろー。悔しい、ゴール前のあの音符は悔しい。もう分かった、音符ブロックが出てくるより早く左のコードに触れてゴール。いや、どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のございますわよ。いや、見るからに鬼畜そうだよね、このサムネ。さっきあんなに難しいトロールコースしてさ、またこんな難しいコースをするなんて、やっぱり僕はド M なんでしょうか。いや、違う、みんなが悪い。みんながこういうのを求めちゃってるから悪い。ボコボコにやられてる僕の姿を求めてるみんなが悪いんだ。
はい、という冗談はさておき、早速やっていきますか。でね、気になってることがあって、最速タイムが47秒もかかってるんだよね。ということはよ、この階段めちゃくちゃ長いんじゃないかなって思うんですよね。そしてコース名にバンザーなんとかって書いてると思うんだけど、これでクッパが火をどんどん吹いてきたらめっちゃ鬼畜だよね。さあやっていきますか。あ、クッパの火はない感じか。とりあえずこの間を抜けていくね、チョビちゃん。いや、この間入るのマジで難しいんだよね。2マスしかないじゃん。この2マスの間に入るのって本当に難しくて、もうやってらんねえ。じゃあ次、しゃがみジャンプで行ってみる。しゃがみジャンプして右、これは難しいぞ。右押し一発ジャンプじゃないで、ね、ジャンプしてあの間のところに行ったら右押してみるね。ジャンプして右、ジャンプして右、ジャンプして右、ジャンプして右。欲しいね、これ何回やればいいんだよ。本当に難しい。じゃあ次は2回目の小ジャンプで行ってみるね。2回目に小ジャンプしたら、ほら結構簡単に2マス飛びができるんだよね。ここ技名あったよね、トランプジャンプとかじゃないで、ね、なんとかジャンプっていうのがあったんだよね。それを駆使しながら行ってみます。ただこれを何回も連続させるのがほんと難しいんだよね。ほら。そしてね、また最近よくコメントであるんですけど、ビオキングさんってド M ですよねみたいな、そんなコメントが多いんですよ。そんなことないからね。僕実はド S だからね。痛いの大好き。でね、今気づいたんだけど、このコース鬼畜なことに制限時間があるんですよ。100秒つけてくれてはいるんだけど、こんな生き方でさ、100秒で間に合うのかな。この生き方じゃなかったらめちゃくちゃしんどいと思うんですけどね。でも最速タイムがさ47秒だったから、結構時間に余裕は持たせてくれてると思う。そしてなかなかいいペースで進んでんじゃないの。一応この2段ジャンプ、この2段ジャンプだったら結構簡単にやっぱり2マス飛びができるね。そしてプンプンが閉じ込められてるけど、何ですかあなたは。何、ちょっと突っ込みたいけどもう無視していくよ、時間がないから。で次は降りるパターンだね。この降りるパターンの方が意外と楽だね。はっ、待って、クッパの火吹いてる音が聞こえる。もしかしてこっちまで火くんのかな。これで来たら鬼畜じゃない。頼む、火は来ないでね。どうなんだ、絶対来る。うわ、左下に見えたぞ。うわ、火が来てる。まずい、これ火はまずい。当たる当たる。よし、危ねえ。よし、このまま待って。よしよしよし、頼む、このまま降りたらもうゴールがあるんじゃないの。どうだ、クッパがいる。倒すとかしないでいいよね。何あのゴール、ちょ、なるほど、あの雲のところに行けっていうことで、一旦さこのクッパ無視して右に行こっか。でここに行く、やった。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてビオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。